島の小松崎選手です。準決勝戦ワンツー決まりましたが、レース振り返っていかがですか？そうですね、伏見さんの指示通りにちょっと落ち着いて仕掛けられたんで良かったと思います。初日の競争を振り返っていかがでしょうか？ちょっと焦りすぎたところがあったんで、その辺を修正して今日挑もうと思ってました。今シーズン伏見選手とは初連携なんですが、後ろいかがですか？そうですね、伏見さんに任されるということは責任もあるんですけど、自分らしく競争できたらいいと思って、今回参加しました。年末ヤンググランプリも出場しましたが、ご自身の中で何か手応え、成長などはありましたか？2回目のヤンググランプリだったんですけど、大した成長が見られない結果になってしまったなと思ったので、今年はまた頑張ろうと、今年1年間頑張ろうと思いました。近況、レースではどんなことを心がけて走っていますか？そうですね、力を出し切るっていうのがやっぱ基本だと思うので、力を出し切る競争を心がけてます。決勝メンバーを見て自力タイプいかがでしょうか？いや、みんな強いので、しっかり持ち味が出せればいい勝負になるかなと思ってます。先行策も考えての走りになっていきそうですか？そうですね、先行基本に考えていきたいと思います。では決勝の意気込みをお願いします。精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。